空前絶後の超決戦、究極のサバイバルバトル。こっからが本当の勝負だ、ジレン。孫悟空。ほう、あの姿、孫悟空が身勝手の極意をついに極めたということですか。本気のジレンを相手にどのような戦い方をするのか、そしてあの二人の戦いがどのような決着を迎えるのか、大変興味深いですね。完全なる身勝手の極意のスピードか。あの神々しさ、素晴らしいです。これならば悟空さんはいけますよ。身勝手の極意が何だと言うんだ。ジレンは負けない、どんな時もな。パワーアップしたからといって調子に乗るな。苦戦してたジレンを圧倒してるぞ。さすが父さん。これならば我々第七宇宙の勝利は間違いなしですね。まさかここまで圧倒されるとは。もはやジレンの力をはるかに超越しているというのですか。そんなはずはない。俺は負けるはずがない。強さこそ正義、強さこそ絶対だ。勝たなければ意味がない。負けたら全てを失ってしまうことになる。あの時のように俺は二度とあんな目に遭わぬ。だから凄まじい気の嵐じゃ。ジレンの気がさらに膨れ上がっている。一体どうなって嫌がるんだ。
ジレンの気が爆発的に上がりやがった。一体なぜ？カカロットが追い詰めたことで、奴はかつてのトラウマを思い起こしてしまったか。それでジレンの姫たちからが呼び覚まされたってわけですね。まずいぞ、これは。他のみんながオラに託してくれたんだ。その思いにかけてもここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ、そんなもの俺の力の前では無意味だ。さあ、無意味じゃねえってことをオラが見せてやる。なんだと。孫悟空のスピードが先ほどよりも上がっている。ありえん、なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦ってるんじゃない。俺たちの思いも背負っているから。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空には互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。
ここまで来たのは自分一人の力などと、あやつはこれっぽっちも思ってないだろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。出会った時は反発したり敵対してた者もいたけど、こうしてみんな悟空に託してるんですから。戦いながらも周りの人間が不思議と引きつけられる、それが悟空という男なんだろうな。その通りだ。そんな力、俺は信じない。そんなもの簡単に消えたんだ。の信じてる力なんぞ簡単に消え去るんだ。あんな風にな。俺は別に正義のヒーローでもなんでもねえ。けどな、仲間を傷つける奴は許さねえぞ。奴だったら本当は気づいてんじゃねえか。オラは言ってることを。言いたいことはそれだけか。決着はもうついたんだ。早く落とせ。何やってんだ悟空、早くしろ。神の力、まさかここまで負担が大きいとは。そんな、
だが悟空は勝っていた、勝っていたんだ。それは間違いないはずだ。ジレン、そいつを落とせ。このまま負けていいのか。ジレン、何をしてるんだ。スーパードラゴンボールが手に入るんだぞ。やるんだ。誇り高き戦士孫悟空、このような形でお前との決着をつけねばならぬのは不本意だ。だがお前の存在が消えてもお前は俺の記憶の中で永遠に生き続ける。さらばだ。お前はフリーザーだ。17号さん、自爆したわけじゃなかったのか。生きてるかどうかは賭けだったけどな、うまくいったみたいだ。大したやつだよお前は。ジレン、このままだと時間切れになる。さっさとやつらを落とせ。孫悟空があの状態だ。俺たち二人でやるしかないな。言われなくても限界をはるかに超えた死闘の末に悟空は大きな代償を負ってしまった。残り時間はあとわずか。果たしてこの戦いの結末はどうなってしまうのか。最後の切り札が残ってる。全ての運命が決まるかつてない衝撃のクライマックスが全宇宙を揺るがす。次回ドラゴンボールスーパー奇跡の決着、さらば悟空、また会う日まで。絶対見てくれよな。